皆さんこんにちは。元美術部の花江夏樹です。皆さんこんにちは。母親が絵がうまい斉藤相馬です。あー、そっか、美術部話ね。僕も以前美術部に1年間だけね、高校生の時に入ってましたから、美しい青春エピソードの、はい、そうなんですよ、失恋エピソードとともにね。まあ、ということで今回は、はい、グリスという、グリス、もうこのねタイトル画面からしてちょっと幻想的な色使いが美しいですよ ね、すごい、めちゃくちゃおしゃれな、また、うん、水彩画というかね、そんな感じのタイトルですけれども、今日はこれを斉藤相馬くんとプレイしていきたいと思います。よろしくお願いします。お久しぶりでございます。お久しぶりですね。いや、何してましたか。いや、結構自分もですね、音楽の方の機材を揃えたりしているんですけども、やっぱりこう、はい、どんな方に聞いても、声優でその機材関係詳しい人誰か、それは夏木花江。なるほど。今日はゲームもしに来たんですけど、はい、そのあたりの細かいテクも聞きに来ました。まあちょっとゲームをねやりながらお話していければと思いますので、はい、お願いします。それでは早速始めから。おお、めちゃめちゃ綺麗じゃん。すごっ。もうここだけでなんかいいね、アートだね、絵になるね。これ全部手で描いてんだろうね、きっと。だよね。このまたなんかひび割れたね、すごいですよ、手のひらというか。この子がグリスちゃんかな、なんですかね。あ、ちょっとこの唇のね、このちょっとなんか濡れてない感じもいいね。乾いてるのかね、何か。これ今ビビッときてます、僕。あ、来てます。はい。美術部魂に反応してますね、これね。こういう絵描きたかったわ。わかる。あ、どんどんひびが、ビが入って、グリスが、あれ声を、声が失った、そういうこと。これどうやらパズルゲームなんですけど、はい、まあ彼女を操って進んでいくみたいなんですね。すごい、すんごい手細。これゲームっていうか、もうほんとアート作品のような。そうだね、なんか映画見てるみたいなね。すっごい。あー、グリスが、グリスがぐるり、グリ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 落ちてきてますよ。これあと音もすごくいいですね。いいよこれは。やっぱ音楽作りのこう、いや、ちょっとこういう壮大な音楽ね、はい、作りたいよな。作りたいね。どんどんもうこれが大気の中を、進んでって、ずいぶん高いところから、こんだけぐるぐるやってたらもうね、こっちがどっちなんだいみたいな。確かにね、私今どこ、だから落ちてるのか登ってるんだかね、もう分かんなくなっちゃいそうな。いや、登ってはいないんじゃない。始まりますよ。これ落ちたところがスタート地点ね。なるほどね。ノマダスタジオ。おしゃれすぎる。ちょっとこの画面のノイジーな感じもいいね。来た、グリスちゃん。お、立ったグリスちゃん。うわ、足細めっちゃ好きこれ。あ、もう動かせんの？これ動かせる。うわ、すっごい。これムービーじゃないよ。すごい。これは、じゃあちょっと多分右だけど、とりあえず左行ってみる。あれ、左も行ける。いけるの？左行ってみますか。あ、行けない。行けない。じゃあやっぱり右に進んで。お、疲れちゃう？もう疲れちゃった？やっぱ早いよ。ね。よいしょっと。そうね。これね、A ボタン押すと多分。あ、よいしょ。A ボタンで疲れる。なんか我々細長いキャラ多くないですか？なんか。あ、確かにね。ロイド君といい。ロイド君といい。また今回もしや T さん。そうなのかもしれないね。わあ、でもすごい足取りのたどたどしさがすごい ねだ、とりあえずダッシュとかはまだできないね。ちょっと力が足りないのかもね。まああんな上から落ちてきたらね。そうよね。ちょっと暗い気持ちにもなるよね。あ、ちょっと後ろなんか見えてきたかな。なんかね、ちょっと、あ、粉が、え、なんか、なんだ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 、なんだこれは、これは鳥？
スカイフィッシュみたいな。わうわすっごいな。これでもぶつかれとかじゃないんだ。ぶつかってはないな。ああ何もやってないのに疲れちゃった。ああよいしょ。この空もね見上げて。どこなのかしらここは。ぐすん涙がほろり。行くわ。あ走れる走れる。あ飛べる飛べる。あ急に警戒。元気どうした急に。すっげえ急に何か思い立って何だったんだ。力が戻った。今とこジャンプとダッシュこう走りだけだね。警戒警戒こう機敏な、うん、いいよいいよ。うわこれほんとすごいねこれ。俺マジで好きだなこれ。いいよねこれね。結構その絵本とか、うん、昔のあの、はい、ビアズリーっていう画家の人とかのビアズリー、うん、世界観とかみたい。エドワード・ゴーリーとかそれに似てるんだ、うん、うわーおしゃれすぎる、うん、うわすごい。これどういいどうやっていくんだ。行きますか。これあれあー大丈夫大丈夫全然。あ操作も簡単だね。うわー誰 え足生えてんだけど。なんだこれかわいい。なんかあ、特に別に特になし。あ、ついてくる、ついてくる、ついてくる。なんだなんだ。なんかどこを撮ってもちょっとサムネにできそうだよね。確かに、うん、うわたまらんね。このかつて ね人が住んでたのか、その巨大建造物の廃墟というんですか。なんかちょっとね、そういう世界遺産とかね、そういうのありそうだよね。たまんないね、うん。やっぱこういうのを見るの好きですか。大好きです。心の中に廃墟あるんで。心の中に廃墟ある、はい、心が廃墟みたいなもの。心が廃墟だいぶ病んでるけど大丈夫。なんかでもこう昔、うん、人が住んでたけどもう今はいないっていうところになんかすごくエモさを感じるので、はいはい、ああいいよねそのね廃れていく美学みたいなね。そうそうそう。俺なんか光の玉を、光の玉をね身にまとって集めるんですか、ね、願い叶っちゃいます。願い叶うのかね。あ、でも弾、うわこれあーいいいいいい、このカクカクしながらなんか星座のみたいだね。うん、いいよ。いや、これすわ、これは歩いてるだけで楽しいゲームだ。うん、うん、こっち行けないな。あ、行けそうだね。なんか行きたいとこ多いね。これはやっぱりでもゲーム的には、うん、ちょっと隅々まで行きたいな。そうね、あ、またあの子こいつらの子たち。うわこの照明欲しい。このこの照明、この照明高そう。家に欲しい。この照明絶対高い。あそっちも行けるんだ。こっちも行ける。あったあったあった。あ二個目。あ素晴らしい。いいよ。あ二個ついてきた。あいいねいいね。あいいね。おイベントシーン。はいはい。あ玉を2個つないで橋にするのか。じゃあこれはあ違う3個必要だねこれ。じゃあ下でもう1個回収すればいいとかかな。それかこっち。あさらにあーいるいるいる。あたたたたたた。これでもどうあれどうやっていく、どうやっていくの。この照明はもっと高いよ。あ本当だ。えさらに上、さらに上にあんのか。うわえーイエーすごーいいね。海外の行ったモメン。おい乗ってくか。あ乗れない乗れない乗れない。今絶対乗れる空気だったよね。乗れる感じだったじゃん。あでもこれはオリジナルな世界観だね。海外の行ったモメン。おこれで？あここ2個つなげるんじゃない？あはいはい。あつないだつないだ。すっごい。来た。これピューっていくんだ。綺麗すぎる。はい、はい、はい、これでここ右行って3個になったのを使ってはい。うわー神話だね。もういいね神話だよ。うわ俺の心の中の神話もうずいてる、ね。うん、心に神話飼ってらっしゃる、はい、神話声優なんで。廃墟声優と神話声優で声優、はい、やばいね。もう俺たち来年30になろうという、やっぱそういうね今までになかった分野にもちょっと精通していきたいですよね。間違いないやっぱりね、はい、オンリーワンなね世界観を我々も神話キャラとかを、ね、演じたいですね。やばい、やばいです。そうまくでも廃墟キャラ演じる。廃墟キャラで廃墟キャラ。あ飛んでるよなんか。うわえー、色ついたんだけどかわいい。うわー綺麗。いいね。塗りが絶妙だね。そうだね。水彩タッチの。
一気にこう色が赤くなっただけでね、世界観が全然違いますね。ちょっと操作する？いいですか。もうあの A でジャンプしてあと移動するだけだから。実績力解除赤、あいいよ。うわこれすごいね、レスポンスいいからすっごい操作しやすい。あの見た目のね穏やかな雰囲気とは裏腹にサクサクっとした、うんうん、いやな、今までやったゲームの中でも屈指の操作のしやすさですね、うん、多分これだったらソーマのけどもうあの操作しづらさとかもないんじゃないかな。あの僕リトルナイトメアの時のね巷で本当に言われてて、うん、とかね、いや斜めはできるだろうみたいな、斜め移動できない人だからね。これ斜め移動ないから友達がね、うん、そう見てくれて、うん、あの時酔ってたのって言われて飲んでない。あの時ね、まあ、乾杯はしたものの、そんなに摂取してないからね。さすがに俺はね、はい、うわすっごい、ね、いい新しい建物だ。でお花も添えちゃってこの赤の世界でさ、この子のまたブルーグリーン系の髪色が映えるね。おなんだここ、何うわーでかー、どんどん手に上ってる。あ、お星になった、さよなら。なんだ、お北斗七星的なあ3つ、あじゃあこれ全部集めるのかな。なるほどね、これ本当に神話なんじゃない、もしかしてね。えだこのグリスちゃんが果たして何なのかだよね、うん、そうだよね。最初はなんかその歌を歌ってましたけど、その歌声がちょっとなくなってしまって、あの乗ってた手のひらがこう崩壊して、その後地面に落ちちゃったから、あそれ鳴らせるんだ。ちょっと鳴らせますね、えーこれでもなんか掴むとかっていうのはアクションは特にね今のところなさそうなんだよね。そうだよね、特にあの説明もないから多分ないんだろうね。まずちょっとじゃあこの世界に移動していくだけ、身を委ねて、はい、あやっぱ右だねひたすら。この右のさ、こっからさらに、うん、これ多分下いけるんじゃない、いける、いける、うん、右下本当ほら大丈夫よ。でもいや多分ゲームオーバーって概念ないから、ない、うん、なんかめちゃめちゃ高いところ落ちてもなんかふわってあの着地寸前にこれ大丈夫だよ、いける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 、よっよっ、あー、おー長い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 、止まらねえ。これインサイドだったら3回ぐらい死んでるよ、ね、平和なゲームだね、すごい、すげえ。いやなんかちょっともうエンディングの空気漂ってきた ね夕日をバックに、おー、うん、おお、まだ行くぞ、いいぞ、うわ飛ぶんじゃない、よっ、ふわってするからふわってなるから大丈夫。うわーかっこいい、いちいちおしゃれ、あふわっ、ほらふわふわってした、うん、やっぱこれもじゃあ基本右なんだろうね、進むの。あなんかさ、うん、この光がずっとついてくる、ほんとだ、すごい。これ私たちの力、スポットライト当たっちゃってる、やっぱスター性を感じさせる、このうわすっごい。でもなんかさ、うん、ちょっと和のテイストっていうか、あもうありそうだね、なんかねちょっとね独特の美意識がやっぱあるね、うん、これじゃあちょっと登っていきましょうか。はあこの逆光になってるのがいいですね。いや、おそして、ま、俺操作してないんだけど、えしてやたらうまいと思ったらサクサクいくなと思ったらそういうことか。え、これどうすんの、あれ、おータイトルだ。え、これこっから始まるって、ここからがオープニングじゃないここまでがオープニング、ここまでがオープニングだったんだ、うん、ほんとこれある種のエンディングじゃなくて、いや、ここからです我々の戦いは、もうチュートリアルよ、いわばこれ、あの右じゃない、右、えいや大丈夫大丈夫、ふわあるから、我々にはふわがあるから大丈夫、はい、ふわ、あおクリスさん、クリスさんいいですよ。これ体の中どうなってんだろうね、このマントの ね中ちょっと気になる、気になるね、お岩が浮いてる、浮いてますね。基本人はいない世界なのかな、なんかちょっと昔行ったはいたのかもしれないね、うん、さっきの建造物とかがあるから、ちょっと宝石の国みたいな感じ、あー確かに、ね、ちょっとね
確かにでも市川先生っぽいなんか、うん、結晶の感じとかはそうかもね。するねこれね。何うわうわやばいやばいやばい。何するの。何何。いやえちょっといけるいける。いやおお、あこの中だと大丈夫な砂嵐が防げるみたいな、ね、またホラーホラーじゃねえ。まだホラーじゃねえだろこれは。おわすごい。おこれはもしやそこに行って、あやばい、クリア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 、逃げて逃げて、あでも、あもう行くことも戻ることもままならない。あ岩あ岩ってよかった。でも特に新しい坊やたちいる。なんだ君は、誰だい君は。ここは風が強いね。大丈夫かい。早く行きなよ。い君はいいのかい。早く行けって。そう危ねえぞ。お優しいね。でもさ君大丈夫。あほら吹くぞ風が。うわうわう、俺は大丈夫だけどな。大丈夫だ、結構大丈夫だな。君大丈夫だね。やっぱ体が頑丈だからよ。すごいね。なるほどね。じゃあちょっとそれを前提に。どうなってんだこれ。うわすごい重力だね。ねえ。おあくるくるくる、中でくる、あありがたい。あいいよ。あ1個目よーし、よーし。え今いいよね。うんついてってる。はーい、はい行きましょう。この引きも美しいね。こういうやっぱなんかデザインしたかったね。したかった、したかったね。こういうデザインのこう絵を描きたかったよね。わかる。一回やっぱこういうの描きたく、はい、あー先生ー、あーこれさ、これは結構アクション要素出てくるんじゃない。ここの岩場を全部ジャンプして、ちょっと待って、ジャンプしてジャンプして上に上に行く。あでもさすがにいける。あいい、うまい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 。頼め頼め。オーケー、いいー、だいぶうまいですよ。いやよかった、これこれ本当にもう、うん、俺一回じゃいけなかったかなこれ。急に優しいな先生。なんだろうね、このあちょっと赤いこの砂塵怖いな、うん、ちょっとでもやっぱこの辺りがそのなんか気候変、えこれいける、これあ2個目ある、2個目あれこれ、あよこれあれか、下にあるのか。一回じゃあ下って、うん、右下になんかあるっぽいね。あまた君たちが、よまたお前か。あれちっちゃい坊ちゃんたちも。俺の息子たちだ、よろしくな。なんだこいつ。あったったった。出てきよう、俺たちの家だぞ。やめる、今日はここに泊まっちゃおうかな。やめる、やめる、やめるって。早く行けよ、お前の、お前の未来はお前で掴むんだろ。誰、結構重要なセリフを。これ、あ、でも、あ、これでね。あ、でも、一定距離離されたら、転がったら止まっちゃうんだ。これはでも、うん、ちょっと待って、一回繋いで、あ、こっちからもいけるんだ。いけるね。結構優しい。そうだね。まあ、まだ序盤なんで。確かにね。ちょっと一回ここで待ちましょうか。はい、ここで待って。最初あの旗みたいなやつがさ、うん、旗めいた時さ、うん、なんかタコの触手かと思って、あそれだから、これそう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 、そういうモンスター出てくる系なのかよと思ったけど、いやさすがに違いました。さすがにそんななんか脅威を感じる敵は出てこないでしょ。多分なんか実際のやつはね、でねこのさこの先でこう自分を守るとこ、あたた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 た、わ絶妙なタイミングで来る。ギリ。うわあ、なんだこれ、うわぁ、いや、動くやん。さっき俺の息子たちが世話になったな。大きいあんちゃん、運んでやるよ。いや、実質タコの怪物だろ、これも。うわぁ、すごい不思議な生き物だね、これ。あ、で、上から回り込んで取るんだ。あれ、ちょ、あ、ついちゃう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 。あー、ナイス。うまい。で、え、君まさか、あ、うるす、うわ危なかったね。結構ギリギリな、ギリギリだったね。よかったよかった。で、行って、いや、これ
すごい、どういう発想でこれ思いつくんだろうね。ね、ちょっと変態だよね。確かに。あ、これは下行っちゃっていいの？ここはもうフワで。フワで。フワで。はい、フワ。あ、あ、ノーフワ。起きた。なんだこれ取れないぞ。あ、これわかった。お、まさか。あ、違った。ああ。そっから落ちればいいんだ。そういうこと？そこのなんか上にさ、うん、穴っぽいの、ちょっとヒビ入ってるね。うん、ヒビっぽいのが。落ちてどうこれでもまさかこれあーでもさっきのとこから直で下に落ちないともう一回戻るっすか取れなかったのかななるほどなるほどこれ多分あれだよ実績的な感じじゃないかなあーなるほどね、うん、あ確かにちょっともう戻れないかもそう、 うんじゃあちょっと残念ですが残念ですが行きましょうあなんかまたちょっと景色が変わってきましたね、うん、次は何色になるのかなあーね黄色とかですかねおこの状況でなんか始まったぞ真ん中に2つピンピンって、うん、あお新要素自分が入って囲まれて四角くなったあこれであれ左戻ってさこれあすごい行こうぜ左すっげえあそういうことかストーンじゃんね、危うく、うん、あのピンク色の、うん、名前を出しそうになりましたけど完全に自由自在だね俺がスマブラでこればっか使って友達にね、うん、こればっか使うやつは下手くそっていうかも行くよ行くよはいお願いしますよっあちょ一回ジャンプしてじゃないあ素晴らしいストーンなのよストーンなのよねこれはもうストーンねやっぱ重力をね利用しないとねこれも今ので取れたこれさ風もさこれやってる時だったらあ平気とかない先生それかもよありそうじゃないですか多分この先それ使っていくんだなるほどなるほどちょっとやってみたら次吹いたこれずっと押してる間はもうぽいねさあどうなるあ大丈夫だ大丈夫だいいねいいねさすがなんか面白いねこれなん神様なのかなこの子はうんなんかちょっとただの人間ではなさそうな感じがするね選ばれし者だねあれこれでこれでこっち行っていいのかな、うん、おそしてあ風吹いてるよ風吹いてるよストンあでも足はツンってしてんだ結構この細い足でね、ねよくあれね地面に刺さらないよね風が止まない長いですよこれ嘘どうなってんのこれ解除したら行っちゃうよね多分ああだよねええどういうこと行くしかないあこれでももうイベント化されてるどうすんのどうすんのじゃああはいはいはいこの状態で動けんだあ、なるほどねそういうことかいやいや結構力持ちね、あなたそうか、なるほどねだから足が出てたんだねそうだねあ、いいいいいいあ、泣いてる嘆き悲しんでますうわー嘆きのスライドショーだいろんな嘆きが俺そろそろ来るんじゃないですか来ますよこれ何何これチリンチリンあそこもねそこもドッスンできんじゃないあこれ、ね、はいおおもう一回はいはいまだはいおお気持ちいいすごいうわ気持ちいい鐘が鳴ったよまたまたもう一回あまだまだ行くおいいあれ羽根さんこれやっぱりどうしましたいやいや全然ホラーじゃないですよ本当ですかはいあーなんかまたちょっと違う世界に鏡写しのうわ美しいうわーなんかめちゃめちゃ飛んでるな下あ一応まだストーンはできますね、うん、すごいねこれ
映ってるのだけ飛んでるっていうのが、うん、すごい。あ、やっぱ逆かな。みんな悲しんでるよ、うん、これなんかあったのかね、この人たちね。確かにそう、うん、すっごい悲しそうだよね。あのさ、最初この子が乗ってた手もなんかこんな確かに石像ちょっとひび割れてたもんね、うん、だったじゃない。多分何かをみんな悲しんだ結果歌声がなくなっちゃったとか。なるほどね、もう泣きすぎて涙も枯れ、声も枯れ、もうパサパサになって最終的に石化してしまう。え、あれ何にもない。おお、おお、あ、ここね。おお、どうなった。あら、あ、出てきた。なんか